自民党の皆さん、本当に総裁選挙や自分の内輪のことで大騒ぎしてて大丈夫なんですかと、我が国の危機的な状況をしっかり議論するための臨時国会は、きちっとやった方がいいですよと。野党4党の抗議声明では、新型コロナの感染拡大が続く中、速やかに臨時国会を開いて、補正予算などの措置を取ることが必要不可欠だと指摘しています。 その上で憲法に基づく開会要求を拒否した政府・与党に対して明白な憲法違反で国権の最高機関としての役割放棄に等しいと批判しました。